MSC の海上コンテナ MSC のコンテナ船の選手部分 MSC はスイスのジュネーブに拠点を置く世界有数の海運会社。2014年1月の段階で472隻のコンテナ船を運用し、その積載能力は236万 2854TU に達している。コンテナ船の船伏面積ではマースクラインに次ぐ第2位を誇る。MSC は イタリアのソレント生まれの実業家、選手のジャンルイジ・アポンテが1970年に最初の貨物船を購入した際に設立された。彼は当時、地中海、ソマリア艦を中心に様々な貨物を会場運送していた。最初は小さな定期船会社だった MSC は1977年にはヨーロッパ北部、アフリカ、インド洋に航路網を拡大し、 1980年代末には、北米やオーストラリアにも路線を伸ばし、世界有数の規模のコンテナ船会社へと成長した。1994年には、中古船を使用し続けてきた同社としては、初となる新造船を、イタリアの造船会社フィンカンティエリに発注し、1996年に MSC アレクサとして就航させている。 1989年にはクルーズ客船を運航するラウロラインズを子会社とし、1995年に MSC クルーズと改名している。MSC は現在もアポンテケにより経営されており、他の大手海運会社の参加には入っていない。本社はスイスのジュネーブに船舶運航の本部はナポリ近郊のピアーノ・ディソンレントにあり、 世界350カ所に置かれた支店や事務所が様々な運送形態での物流に対応している。コンテナターミナル運営会社、物流に関する情報システムの構築するソフト会社など多数の物流関係主会社を経営し、グループ全体では3万人近い従業員を雇用する。2008年にはインドに新たな本部ビルである MSC ハウスを開業させた。また、 ハブ港湾をベルギーのアントワープ港に置き、MSC、パメラなど世界でも有数の大きさのコンテナ船を使ってアジアやアフリカ、ヨーロッパ、アメリカなど世界中の270カ所以上のコンテナ港湾を結んでいる。日本法人は MSC ジャパン株式会社。東京オフィスはアークモレビル23階にあり、この他名古屋と大阪にオフィスを持つ。 ありがとうございます。